辰年なんで。あ、そうなんですね。はい、そこで龍、途中からそのプロレスラーになりたいって決めて、はい、プロレスリングノアに履歴書送って、卒業が3月じゃないですか。3月、はい。でも4月にプロデビューしたんですよ。新龍選手、おはようございます。おはようございます。今日はありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。まず新龍選手の、ま、お名前についてなんですけども、はい、それはリングネームなんですか、それとも、もう本名ですか。まあ、本名ではないです。あ、もうリングネームで、リングネームです。下の誠は本名で、本名で、上はもう違うと。上は、はい、そうですね、違います。あ、それはもう全然公開とかは、今回はもう、いや、もうプロデビューした時が、最初の、はい、高橋誠っていう名前でやってたんで、はい、途中からそのリングネーム変更する形だったんで、まあ知ってる人は知ってるかなっていう感じです。はい、ちなみにそのリングネームのこう意図とか意味合いっていうのはなんかあるんですか。意味はそうですね、僕、辰年なんで。あ、そうなんですか。はい、そこで龍っていうのを入れたのと、はい、まあなんかその、例えば天竜みたいな感じで、はい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 、なんか上につけて、はい、誠っていうインパクトがある感じにしたかったんで、はい、めちゃめちゃかっこいいですもんね、リングネーム。そうですよね、はい、やり始めた時は本当にバカにされたというか。へ、はい、年齢は23です。23歳、はい、お若いですよね。もう本当プロデビューが早かったんで、こう。プロデビューが15歳だったんで。そうですよね。そうですね。なんかこう結構もっと年齢的にはいってるのかなと思うんですけど、全然めちゃくちゃ若くて。ちなみに生まれはどちらですか？生まれは仙台ですね。仙台。仙台の。はい、仙台市。まあ仙台市。あ、はい、仙台市なんですね。もうじゃあドメインのところで。そうですね。生まれて。宮城県では一番都会の方かもしれない。そうですよね。はい、でそちらで生まれて、育ちも、はい。育ちはその震災があるまではそっちいたんで、僕が小学4年生の時まではそっちにいましたね。ちなみにこの幼稚園とかその幼い頃ってなんかどんな子だったみたいな。まあでも体はやっぱ弱かったっぽいですね。病気とか怪我とか。病気、まあ体もめっちゃ細かったし、なんか喘息持ちだったり、なんか風邪も本当にしがちな感じな弱い体ではあったっすね。はい、保育園とかまあ幼稚園通ってる時はなんかガキ大将的な感じでもなく、はい、は全然もうなんか保育園行く時に、はい、まあお母さんに抱きついて離れないような想像がつかないですけどね。はい、ね、結構気弱で甘えん坊みたいなかもしれないですね。はい、ちなみに家族関係というか、こう構成というか、僕は長男なんですけど、下に2人いるのと、はいはいはい、あとお父さんお母さん、はい、おばあちゃんみたいな感じですね。じゃあその近くで、まあ、みんな家族で育って、そうですね、だって感じです。はい、じゃあ小学校に入ってで、はい、でその時はまだスポーツとかも全然触ってないんですか。スポーツはそうですね、いやでも一番最初は多分水泳少しだったのかな。水泳、それは小学校入ってから1年生とかそこら辺のレベルだったと思うんですけど、はい、あ、幼稚園かな。うん、でも水泳始めその時に喘息があったんで、まあ、そういうのも直すって意味でも確か始めさせられたような。2年生から僕メーター始めたんですけど。2年生からメーター始めたんですか。はい、あ、そうなんですね。早いですね、だいぶ幼い頃からメーターやって、ね、お父さんがそういう格闘技が好きだったんで、近所のその格闘技ジムみたいな、近所、隣の市ですかね。隣の市まで、隣の市で行って、はい、そのメーター PCK というジムがあるんですけど、はい、そこで始めて、はい、で1年後ぐらいにその近くにレスリング道場があるっていうのを知って、はい、そっからレスリングに変えた感じです。あ、そうなんですよ。はい、じゃあ、だいぶ早くからもう、そのムエタイから総合行ったりとか、なんかもう、お父さんがじゃあもうそういうふうにさせてるというか。お父さんがそうですね、プロレスラーにしたかったみたいで。あ、プロレスラーにしたかったんですか。はい。そうなんです。お父さんがプロレスファンなんです。そういうことなんですね。じゃあ、なんかその通うときって、こう、2年生のときとかって、もう、嫌だなとか、もう強くなりたいなっていう自分なりにあったんですか、なんか。あ、でも最初やっぱ体験行ったときすごい楽しいって言って、まあ、自分から、言ってましたから、はい。なんかキッズの試合とかも出たりしてたんですか。あ、出てましたね。戦績的には。戦績全然ですね。あ、勝てなかったですね。レスリングもですけど。レスリングも。はい。あ、宮城県ってあんまり、はい、なんだ、格闘技が盛んじゃないというか、関東とか関西に比べるとすごい少ないんで。はい、で、やっぱり、そこでレスリングで、まあ、強くなって一番になっても、うんうんうん、やっぱりその、全国大会とかで、はい、こっちの方来ちゃうと、全然勝てなかったりしたんで、まあ、上には上がいる状態ですよね、こっちだと。そうですね、そうですよね、はい、ちなみにじゃあ、まあ、そのじゃあ2年生から始めて翌年にレスリングを始めて、はい、でまあ普通にレスリングをずっと習っていくわけじゃないですか、はい、そのまま習ってる時に震災
そうですね。が起きるっていう。はい、まあ、小学校4年生で。はい。なんか、どんな感じだったみたいなとかと思い出せたりとか。当時、たまたま学校休んでたんですよ。はい、あ、休みだった、ね、はい。体調、いや、崩してて。はい。まあ、家いたんですよ。はい。そしたらやっぱすごい揺れで、まあ、目覚めて、はい、でもう家族お父さんとか僕の部屋来て外出るぞってなって、はい、外出てあの電柱っていうんですか、はいはい、電柱とかすごい揺れるじゃないですか、はい、であれが倒れるんじゃないかっていうのでまあ四方見て家族で、うん、で倒れないように見ててみたいな。もう結構揺れはすごかったんで、もう見た感じでもガンガンやっぱ揺れるんですかね、この電柱とかも右左に、まあね、揺れてたし、まあ、地面もやっぱその割れるっていうか、液状化現象、液状化現象、はい、あ起きてガスが爆発したかなんか分かんないけどバーンみたいな、音も聞こえたりして、すごい小学4年生の僕が一番体験した怖い、人生で一番怖い経験ではあったです。お怪我はとりあえず家族は皆さん全然なかったです。あ、それはもう津波とかはなかったんで、はい、よかったですね。よかったですね。とりあえずその近くの僕が通ってた学校が避難所だったんで、そこに行って、はい、まあ、ご飯とか配給されるのを配って、はい、あと水を汲んでみたいな、本当にそういう生活をちょっとしてました、ね。何日間ぐらいとかって覚えてたでしょ。でも1週間ぐらいじゃなかったかな。はい。お風呂とかは入れずに、あ、そう、はい、早めには一応帰らせてくれるみたいな、まあ、場所によってじゃないですかね、うん、本当に被害バラバラなんで。そうですよね。僕のところはもう家には戻っていいって感じだったんで、はい、まあ、家に戻って、はい、で学校とかもしばらくない状態です、ね、なかったですね、はい、うん、だから水汲みに行ったのを覚えてるんです。結構遠いとこまで。へえ。ご飯とかも、あ、配給のやつとかだったんで、はい、やっぱそのお店行ってもほぼやってないし、うん、まあ、やっててもそのすごい行列できてみんなが買い占めていくような感じだったんで、近くのスーパー行っても何もなくて、でやっと久々に食べれたのが一平ちゃんだったんですよ。確かお湯沸かして、はい、お湯入れてっつって、それがめっちゃうまかったのも覚えてます。じゃあそのじゃあ震災明けで5年生になって、でも普通にそこまで小学校卒業までは通ってた、同じ小学校に通ってた。そこでその、まあ、家が一応半壊っていう状態だったんですよ。トイレとかもう流れなかったりとか、はい、で、まあ、引っ越すことになって、それでレスリングチームをしばらく休止というか、はい、そういう感じだったんで、はい、でなんかお父さんが、まあ、その僕のために関東に行ったっていうのは言ってますね。あ、はい、スポーツをやらせるっていうので含めて、まあ、みたいですね。その時そのご兄弟の方はちっちゃいちっちゃい感じでいらっしゃった。1個下の弟と、はい、6個下の、はい、あ、でもそれでもまあ、まあ、みんなで一緒に、まあ、家族全員でその関東の方に来てみたいな感じでしたね。あれですね、お父さんすごい行動力ありますよね。もうありますね、じゃあ結構友達も挨拶そんなにバッてできずにすぐ引っ越したみたいな感じですよね。そうですね、まあ、でも元々引っ越し多い家庭だったんで。そうなんですね。まあまた引っ越しかみたいな感じではありましたけど。でその仙台でのこうなんか小学校の時の前こういう子供だったみたいな思い出ってありますね。喧嘩したとか。まあでもやっぱ人見知りとかはあるんで、はい、まあ、それにプラスでその引っ越しが多かったんですよ、うんうんうん、だから友達とかやっぱあんまりできない感じではあったんで、引っ越した後に関東の学校に通って、はい、でそこでまあまあとりあえず新しい友達とかもまあちょこっと作るみたいな、もう全く作らないみたいな、まあ、ほぼいなかったかな。あ、うん、で関東来た時はもうどこら辺なんですか、地域は。は最初は1年ぐらい茨城の方にいて、茨城、あ、もうめちゃくちゃヤンキー多い地域じゃないですか。いやでもそんな関係なかったですかね。、はい、僕のとこは、はい、でそこに住み始めて1年ぐらい経ってから千葉の方行ったのか、はい、千葉の方、はい、でその茨城行った時にアライアンスっていうチームに移籍した感じじゃないですか。そうなんですね。それがじゃあもう大体12歳とか12歳小5だと11歳か1歳かな、はい、はい、時にその時にはもう試合ももう復活して出るようになったりしてたんですか、なんかレース。まあそうですね、もう関東だったら何も影響ないという、はい、で中学は普通に公立とか私立とかですか。いや公立です。公立に行って、はい、まあ、近くってことですよね。あ、もう全然近くの。じゃあそこはもう、まあ、普通に通って3年間通うじゃないですか。あ、まあそこもまあ引っ越し多かったんですけどね。あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあ中学も転校とかしてるんで。中学も転校しました。あ、むちゃくちゃします。え、人生どれぐらい転校してるんですか。6回ぐらいですかね。すげえ多いですね。はい、6回かな。3回超えたあたりで多いなと思って、はいはい、引っ越し多かったですね。でそのうちじゃあ 2,3 回転校しつつみたいな、まあ、中学も2回転校したかな、はい、中学2回転校ってなかなか経験できないっす。まあ、1回目は普通に引っ越し、はい、でもともと八街ってとこいたんですけど、はい、あれ引っ越して
柏の方行って、はい、でも柏の中学、はい、でなんか自分の近い学校より柔道部入りたかったんで、はい、柔道部ある遠いとこまで行って、はい、で途中でそれやめて、なんか僕髪染めちゃったんですよ。あ、中学校で、はい、はい、そのなんだろう、周りの選手が、はい、僕は総合格闘技の自分が、はい、結構髪染めてる人多いじゃないですか、はい、そういうのかっこいいなと思って、はい、染めて学校行ったらやっぱダメで、まあそうですよね。で黒染めしても色がやっぱ若干茶色になるじゃないですか、はい、それでもう坊主にしろみたいに言われたんですよ。へえ。それは僕絶対嫌だったんで、はい、ちょっと嫌ですっていう感じでやってたら、もう学校通えなくっぽいで。高校ならわかるんですけどね、義務教育で学校行けなくなる。まあでもその近くの学校ではなかったんで、はい、まあ、じゃあ近くの学校行けますみたいな感じに確かなったんです。なるほど。じゃ最初遠く通ってたのが、まあまあそもそもがちょっとイレギュラーだったよっていう、まあそうです、状態ですよね、はい、まあ、でその3つ目の中学校行くみたいな、はい、あのジムも通ってて部活も入ってたとか、その柔道の通いに、そうです、ね、はい、なんか有名な先生とかいたんですか。もう柔道部があるから行ったみたいな。あ、そうですね、近くに柔道部があるのがなくてちょっと遠いとこまで行って。でもそれなんかダブルワークみたいな感じで全然自分的には問題なく過ごしてたんですか。結構がっつりジム行ってるイメージなんですけど。行ってましたね。だからめっちゃ疲れたっすね。部活1日のスケジュール的に学校行って部活やってジムに行ってそうみたいなことを毎日のように、朝練、学校、部活、家戻って少し寝て練習みたいな。あ、むちゃくちゃやってますね、はい、やってましたね。結構スケジュールすげえやってますね。やったと思います。あ、でその時自分のマインド的にはもうなんか格闘技のもうプロになるっていうのはもうあったんですか。中学でもレスラーだったかな。あ、そっか、その時は、はい、レスラーになるっていう、はい、とこだったんですね。え、それプロレスラーになりたかったっていうのをマインドどっかで変わるんですか、その性格。まあ、お父さんも、はい、もっとその総合格闘技だったりプロレスだったりは見せてたんですけど、はい、見せてきたか、はい、ですけど、まあそのまあなんとなく格闘技やってて、うんうんうん、まあ、楽しいからやってて、はい、試合も出て負けて悔しいから出るみたいな感じでずっと続けてて、でなんかその僕が所属してるチームの、はい、キッズのお父さんがプロレスラーだったんですよ、はい、でそのお父さんのプロレスの試合を見に行った時に、はい、うわめっちゃかっけえってなって、それが確か中1か中2とかなんですけど、そこからもう僕プロレスラーになろうっていうのは強く思いましたね。こう最近のこう若い子たちって言い方するとあれかもしれないですけど、まあムエタイとかも、まあね、キック経験があってとかって、なんか大体そっちに行きがちな人って多いじゃないですか。打撃やりますみたいな、なんかこうプロレスラーに行きますみたいなのって結構珍しいなと思って。あ、珍しいかもしれない、ね、うん、ちょっと珍しいなと思って、はい、まあでもやっぱお父さんが好きだからっていうのも多分自分の中にあるとは思うんですけど、あったし、うん、まあ本当にその試合が感動したんですよ。っっ、はい、すごいですね、その感銘をやっぱ与えられたんですね、プロレスに、うん、そうです。まあ、そのまま中学3年生ぐらいまでなんか特になんか問題とかもなく、途中からそのプロレスラーになりたいって決めて、はい、それを僕中卒でなろうっていう決めたんですよ、はいはいはい、でそこから僕学校はちゃんと行かないというか、あ、まあ、遅刻していくような感じになりましたね、うん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 、その夜練習遅くまでやってたんで、はいはい、遅くまでやってで朝早く起きると結構きついじゃないですか、はい、だから、まあ、遅刻して学校行ってでまた練習行ってみたいな日常やってて、でそんな中にその中3の時から履歴書を送ったんですよ。プロレスリングノアに履歴書を送って、おお、結果落ちたんですよ。あ、そうなんですね、はい、でそうですね、電話かかってきて、はい、あと2年後に応募してきてみたいな。やっぱ年齢であるんですね。年齢なのかな、多分体もできてなかった、はい、はいはいはい、160、まあ、今小柄っすけど、はい、うん、小柄な僕だったんで、はいはいはい、まあ多分伸びると思われたんじゃないですか、はい、的に。で、もともとプロレス行くために総合やってたんですよ。はい、レーシングもやってたし、充実もキックボクシングも、はい、やってたんで、あ、じゃあ総合一緒に行って、はい、ちょっとアピールしようっていうきっかけで最初は行ったのは覚えてます。今のまあそのレスリングやって総合やってシュートやってとか全部違うジムで行くんですか、それって。いや、同じチームでパラエストラっていうチームに入ったんで、あ、パラエストラの中でもう全て、そうですね、で何でもできましたね、やってくれてるんですか。もう中2ぐらいからプロ連とかも入れてもらって。あ、そうなんですね。やらせてもらってたんで。学校の勉強のほうどうだったんですか、そんなにこう忙しくなっちゃう。勉強はそうですね、だから本当に途中からはもうやらなくなりました、ね、あ、まあもうプロ行くんだっつってで決めてからはもう本当に学校の先生にもそう言ったし。先生って納得してくれるもんなんですか、なんかそういうの。まあ
、まあ、こっちゃんならいいよみたいな。あ、それなりにレスリングの成績も残してたんで、はい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 、まあ多分信用性があった いけんだろうなっていうのは先生の中にあったからっていう、はい、まあ、いい信頼関係ですね。でもそこはまあそうですね、未だに試合も応援来てくれるし、はい、めちゃめちゃいい人ですね。めっちゃいい人、僕的にはすごい助かりましたよね。あ、それでまあまあプロデビュー、まあ、中学卒業してもうすぐプロデビューっていう形を。そうですね、卒業が3月じゃないですか。3月、はい、でも4月にプロデビューしたんですよ。あ、ですね、今度試合勝ったら時計買ってもらうっていう。マジですか。もう青春ない問題。その時はもうショックで、そうです、やってしまったんで、とんでもないことをやらかしてしまったんだっていうふうにもう落ち込んでましたね。